結構いろいろ考えネガティブにだけどこう、そうなんですよ、ネガティブの中でいろいろ考えるんだね。考えるでぐる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 回って緊張だけはすごくする。足後ろ、手を前。おやすみなさい。美しい。首の後ろで手を組んで、行くぜ。はい。肘を閉じて、はい、大きく息を吸って、はい吐いて、はい吸って、はい吐いて、前へ倒して後ろへ、はい、よいしょ。すごい伸びそう。はい、上向きでごろっと止めてください。ここは頭入れちゃう感じ。はい。上向き上向き。あ、ん？待って。それ下向き。考えなくていいよ。はい、上向き上向き。上で。よかったよかった。あ、こういうこと。そうそうそう。すごいおバカさが。大丈夫。結構みんな悩んでるから。横向いて、力抜いて、抜いて、抜いて抜いて抜いて。UFO。 はい、こっち。あ、取れる。ああ、いや、ああ、意識が人間に戻っちゃう、はい、力抜いて、はい、首の力も抜いて、よいしょ。頭上げて、はい、落として、よよ、力抜いて、よ、頑張って力抜いて、無になれ。難しい、無って難しい。こうやって引っ張りかけた時に先にこっちへ来ようとした人は君が初めてだよ。ちょい下がって下がって、癖が寝て寝て寝て、にゃ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 、はい、手を下ろして足伸ばして、はぁーと思って、はぁーと思って行こうとしちゃくせ、手を下ろして両手をお腹の上に乗せてください。お、はい、向こう向きで横を向いて、はい、足後ろ、手を前、手を前、うん、そうそうそう、はい、反対。なんか髪乾かすときに、うん、なんだろう、自分がお化けって言われてる、うん、あの子供の頃に、うん、あ、それの癖がなかっちゃう。髪乾かすわけじゃないけど、手を前、はい、上向いて、はい、ではちょっとうつ伏せです。初めて来た。え、
今初めて見るものがいっぱい出てくると。え、頑張って、ここでこ、
はい、では、今度は横向きです、はい、向こう向き、こっち、はい、うん、あ、ポケって、この面が欲しい。うんと、どうする？もうちょい、こう。どうすればいい？そうそうそう。もうちょい下がれるかな。下に、うん。そうそうそう。はい、で、こうかな。はい。あ、寝そう。寝ちゃいそうや。なんか、うん、今回のこの読んでいただいたやつなんですけど、うん、別にそんなにニャルシストとかそんなわけじゃないけど、うんうん、なんか美脚だねとか、うん、足綺麗だねとかよく言ってもらえる中で、うん、こうやって語彙力もそにゃトーク力も似合いし顔面に自信があるわけでも似合いからなんか、うん、足で打っていこうと思ってて結構いろいろ考えネガティブにだけどこう、そうなんですよ、ネガティブの中でいろいろ考えるんだね、考える、でぐる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 回って緊張だけはすごくする、瞑想する瞑想系だよ、瞑想系、いや寝顔と足で寝顔すごい不細工にあるんですよ、よいしょ、こんなくないだな、でももうちょいよいしょよいしょよいしょ、なんかおにゃの子に寝顔を一回まあ撮られたっていうか撮ってもらった時があって、はあ、ガチな寝顔したらすっごいブサイクだったからもう二人してこれはボツだにゃって言って、うん、ツイッターにわかんにゃかったぐらいブサイクだったんで寝顔はちょっとよくにゃいかもしれないチャイ姫の野望は何？いや、なんだ？この先の野望は？野望は…世界征服？チェコとスロバキアの再統合？いやもう…しようがしまいが変わんないスロバキアもスロバキア語があるけど、そこにチェコ語と変わんないから…ほう…なんか…チャイミ…チャイたちみたいにその知識がにゃい人に、うん、あのスロバキア語、本当はスロバキア語だけどこれチェコ語だよって言われても絶対変わんにゃい、うん、聞き取れにゃいというか、うん、信じちゃうレベルでそんに変わんにゃい、へー、てかそこ拾ったんだねでチャイちゃんの野望は、野望はにゃんだろう、にゃんですかね、いかに長く続けられるかああ猫でいられるか、いかに長く猫でいられるか、うん、なんかセオフでコンセプトカフェとか巡ってるにゃかで、うん、そんなに長いことをやってる方を私は知らなくて、うん、昔あったカーニバルスタジオ、カニスタ結構、うん、年齢差高かったような気がするけど、あそこ24時間とか朝の5時ぐらいまでやってた、うん、だからなんか
年齢層高くてもそのキャスト歴、女の子歴が長い子とか、うん、私が知ってる役だと3年2年が長いから、うん、それぐらいまでできるかとか、それ超えれるとか。で、私はチャイちゃんになってどのくらいなの？まだ1年と数ヶ月。あ、そうなの？はい、3月の24日に入ったので。ああ、3月の24日にチャイちゃん、チャイになった、はい、誕生しました。誕生したの。3年は頑張る。頑張りたい。うん、でもあくまで願望だから未来のことわかんないし、まあ、でも2回目来てくれるのがとりあえず一番。うん、そうか。じゃあうちも2回目来てね。ぜひぜひ。そうやって言ってね、セラハちゃんもカサネちゃんも来ないでよ。言っといて、泣いてた。待ってみようって言って、うん、セラハシは伝えれるかわかんないけど、うん、カサネさんはよく会うから。カサネちゃんとよく一緒に乗ってるよね、ツイッター。はい、でもたまたまにあるんですよ。たまたまなの？あ、今日もカサネちゃんだみたいに。へえ。耳ずれた。耳ずれちゃった。まあ、ちょっとそのまんま。このまま。はい。はい、はい、そっち頭で、はい、逆に、はい、はい、耳が大変だ、うん、こっち向き、はい、向こう向き、耳が耳が、はい、で、まだこの紙にやれてなくて、うん、意味もにゃく10センチ切ったんですよ。オス猫と別れたのか。いや、そんな本当にあの意味もにゃく10センチ切って。今年ってセミロングな感じ、割にみんなちょい切ったよって話によくなるような気がするな。そう、そういうなんかそれに乗っかったわけでもにゃいんですけど、うん、なんかバッサリ切ろうと思うんだよねっていう話をいつもお願いしてる方に言ったら、うんうん、え、本当に切るのって言われて、うん、で毎月1回は行ってるんですけど、うん、毎月そのやり取りをして毎月私が負けるんですよ。で今回やっと勝って、うん、でもくせ毛だから、うん、あんまり切れにゃいのは自分でも分かってるんで、うん、なんか大丈夫にゃ程度に
でも短くお願いしますって言ったら、なんか意地でもちょっとでも長くしたかったらしくて、うん、こんにゃくさんにやってもしかしたら夏に向けてまっさり行くかもしれないね。かもしれにゃいし、うん、伸ばすかもしれにゃいし。なんで伸ばすんかい。え、すごい違和感が、本当に人生初の長さにゃんで違和感がすごくて、うん、え、ずっと長いままだった。ずっと長かったです。うん、人間だところも、人間だところも、うん、ずっと長くて、うん、基本的にはだから毎回シャンプーするときに毛量の少にゃさに悲しさを覚える。いや、もうちょっと、ミネラル系のものを食べてください。ミネラル系、はい、ミネラル系って何ですか。鉄分とかカリウムとかナトリウムとか亜鉛とかそういうやつ。レバーしか思いつかない、まあ、まあまあレバーでもいいっすよにゃんだろ、あとにゃにがあるんだろう。男サプリで取ってもいいよ。いやー、なんかそれができにゃい体質らしくて、はあ、ちゃんとその食、うん、物で食べにゃいといけにゃいらしい。素晴らしい。その割には食事ぐちゃぐちゃだよね。私そうにゃんですそんななんか言った割にはかなり出てますけど、食事ぐちゃぐちゃですよ。いや、まあ最悪来てればいいかにゃみたいに明るく病んでるわでも病んでる自覚にゃいんですよ。あ、そう、そう、楽しく生きてる。楽しく、楽しくオタ活してる。そうですにゃ楽しくそうですにゃって、まあ、コンセプトカフェとか行ったら、うん、他のお客様みたいになんか今日も可愛いねみたいな会話をしたりとかもしてる。あ、私がするの？私がする。今日も可愛いねって言うの？そう、今日も可愛いよってするんですよ、すっぴんで。女の子が好きなの？いや、なんかそういうのじゃなくて、うん、可愛いのが好き。可愛い格好した可愛い女の子がいい。好き。なんかうちあのセーラームーンになりたいとかいう女子とか、うん、仮面ライダーになりたかったっていう女子もいた。あの仮面ライダー出てるんですけど、仮面ライダーに女の子だよ困っちゃうね。珍しい。でも今時いますかね、女の子の仮面ライダーも。まあまあね。いや、だけどその人は、その子はアミコちゃんっていうんだけど、うん、あのうちの絶大に再生数を誇っている。へえ。彼女は仮面ライダーの強いのになって悪いのをやっつけたかった。かわいい、かわいい。なんかでも外見可愛い子はもちろん好きだけど、うん、外見可愛いでその推しを決めてるわけじゃなくて、ほう、コンセプトなの？なんか内面、はあ、その子のキャラクターみたいな。私のキャラクターを。私瞑想中です常にテンパっちゃうから、ね、常にテンパっちゃう。ドキ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 しちゃう、ね、しちゃう。心臓があのにゃんくあってもたにゃいかんでるのなんかでもこんにゃテンパっちゃう、あんまり頼りにゃい感じなのに、うん、長女、ハッシュタグ背景の長女みたいには作っちゃって。あ、長女なの？割と長女とかお母さんって言われるそうなんだ。高校期待だねぜひハッシュタグ背景の長女で検索もお願いします。はい、気をつけて恥ずかしい恥ずかしい。シャイなのでシャイなんで実は実はシャイ十分伝わってるけど
実はチャイニャンで、だからチャイなんだね。そう、ちょっとそれもかけやかな。シャイでチャイ、そう、シャイニャチャイさん、シャイナチャイ、シャイナシャイ、シャイナシャイはい、はい、ゆっくり起きてください、はい、お耳だ、お耳だ。もう一度矯正をします。正座をまた向こう向きでしていただきます、はい、こっち。あ、また癖が、うん、首の後ろで手を組んで、はい、肘を閉じて大きく息を吸って、はい吐いて、はい吸って、はい吐いて、はい、上向きでゴロッと寝てください。大体足はみ出るんですよ。よいしょ、はい、こっち、よいしょ、いいよ、あー、もらいました向こう向きで横を向いて、はい、足後ろ、手を前、はい、反対です。行ったの？ん？首が痛い？全然そんなことない。音がポキっていったのやとだってとっても歪んでるもん。なるよ、やっぱ歪んでる。だけどあんまり追っかけると痛くなっちゃうから、むしろ僕はあんまり鳴らさないようにやってる感じ。そうすると残ってるところがポキッとなんだ。あ、猫は体柔らかいんだけどね、本当動かないから、うん、お仕事ばっかしてて動かないから。疲れちゃってんだね。そうそう、体が猫様はね追いついてないかもしれない上向き、あとベッドが硬いっていうのもあるかもしれない。うーん、すっごい痛い、寝ててどこが痛くなる？腰？腰とか首もにゃか、首もかな、まあ、うん、なんかなんかとっても不健康な猫のような気がしましたよ。健康な猫です。はい、うつ伏せ、なんか使い切るまで、うん、使わないとってそうだね、物は大事だから。ベタ、はい、ゆっくり起きて座ってください。こちら足出して、座って、はい、こっち、横へ倒して、はい、反対、よ、戻して、
ットが硬いくせに布団が薄いから痛い。でもそこじゃないような気がするんだよな。じゃあベッド柔らかくして布団も厚くしたら腰が痛くないか首が痛くないかっていうとちょっと違うような気がする。何だろう。でもなんか普通の、うん、普段ベッドに寝てて、うん、ね、おばあちゃん家とかに行くと普通の布団やるんだけど。ああ、だと楽なのね。そう、じゃあちょっと変えてもらいなさい。変えなきゃいけないけど、わざわざ通販で買ったのもなんか外した？もったいにゃいと思って。よいしょ。はい、立って、こっち向いて、はい、僕の手を持っていけるかな。ドン。ええ足を後ろに、思いっきり、もう一丁、ちょっといく、はい、戻して、はい、もう一回、ドン。待って、あっ、来ちゃう。はい、反対。もう一丁。はい、OK。 足を開いて、体前倒してください。腰痛くないですか？大丈夫です。はい、戻して、よいしょ、後ろ、大丈夫？大丈夫。はい、首を回してください。ありがとうです。意味が、反対、痛くないですか？大丈夫です。はい、お疲れ様でした。はい、見てる人に頑張った。にゃ、どうぞ。なんか思ったより痛くしなかったです。痛くすればよかった。本当に痛くにゃかったです。はい、お疲れ様です。エヴァレットチャンネルにもたまにチャイさんも出ているので、よかったらぜひ見てくださいにゃ。また高評価とチャンネル登録もお待ちしておりますにゃ。おやすみにゃさい。美しい。